今回はクレープを作ってみました。フルーツやクリームは縫い付けてないです。包装、クレープの包装はこんな感じで、中にはいちごが2つ、バナナが1つ、ベリーが1つ、クリームと生地になっています。パーツは合計7個になります。こんな感じでクレープ屋さんごっこができるので、ぜひ作ってみてください。パーツ同士を縫い合わせて、ストラップにしたり、ちょっと大きいかもしれないですけど、飾っても可愛いかなと思います。ベリーは小さいので誤飲に注意してください。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、今後は YouTube のコミュニティにも投稿したいと思っています。ぜひお気軽に投稿してみてください。ではまずクレープの生地からです。左手の人差し指に糸を2回巻きつけます。右手で輪を一旦持ち、左手の人差し指にこのように糸をかけ、中指と親指で輪を持ちます。かぎ針を輪の中に入れて糸を引き出します。もう一度糸を引き出し、立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みを編んでいきます。1段目は7つ細編みを編んでいきます。7つ編んだら針を一旦外して、編み始めの糸を少し引き、引っ張られた方の糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引っ張って輪を閉じます。かぎ針を戻して、1目目の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、今引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みを編んでいきます。2段目はすべて増し目になるので、1段目の1目に対して2つ細編みを入れていきます。編み終えたところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目、3段目は細編み増し目の順番で7回編んでいきます。
右の表に沿って編み進めていってください。7目ずつ目数が増えていきます。右の表は概要欄にも載せておくので、見えにくい場合はそちらのサイトから見てください。12段目まで編んで、こんな感じになりますね。最後84目編んだところになります。糸を短めに切って輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目目の頭に手前から針を刺します。奥の半目、最後の目の向こうの奥の半目に針を刺して糸を引っ張ります。編み地の裏に4から5目ほどくぐらせて糸を切ります。ギリギリのところで糸を切ります。編み始めの糸も同じようにとじ針に糸を通して適当なところに糸をくぐらせて始末しておきます。これでクレープ生地の完成です。次にクレープを入れる包装の部分を作っていきたいと思います。同じように左手に糸の指に糸を3回巻いて輪を作り、細編みを6個作っていきます。今回は毛糸で作りましたが、普通に紙とかで作っても全然いいと思います。可愛い包装用紙があったらそれでうまいこと切って貼って作った方が可愛いかもしれないです。今回は全部ピンク一色で作ったんですけど、しましまの模様にしたり、後から水玉模様みたいな感じで刺繍しても可愛いかなと思います。6目編んだら2段目は細編み、増し目の順番で3回編んでいきます。2段ごとに3目ずつ目数を増やしていく感じで編んでいきます。9目編み終えたら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。編み地がひっくり返りやすいので元に戻して、3段目は9目増減なしで細編みを編んでいきます。右の表に沿ってじゅーっと編んでいき、20段目になります。まず立ち上がりの鎖編み1目編んで、細編みを編んだら
細編みの左側の糸1本を拾って糸を引き抜き細編み、これが1目めの長編みとなります。次も糸を引き抜いて、かぎ針に糸を1本引っ掛けて、2ループずつ糸を引き抜く長編みを4つ編んでいきます。4つ編んだら、この次は細編みを8個作っていきます。8個作ったら残りの21目は長編みで編んでいきます。8個編んだら長編みです。これを同じように21段目も、4つ長編み、8個細編み、21個長編みの順番で編んでいきます。最後21段目の33目目編み終えたら、針を外して糸を短めに切ります。輪を引き抜いて、とじ針に糸を通します。1目目の頭に手前から針を刺します。ちょっと分かりにくいかもしれないです。分かりにくいと思うので、最初編む時にマーカーなどしておくといいかもしれないです。で、最後の目の奥の半目に針を通して、編み地の裏に3、4目ほど糸を通して短く切っておきます。編み始めの糸も同じように処理しておきます。になります。クレープの生地だけを入れるとこういう感じになります。手前だけちょっとへこんでいるような包装紙になります。次はクリームです。こちらも同様に左手に糸を3回巻いて輪を作り、細編みを3つ作っていきます。作ったら針を外して、編み始めの糸を少し引っ張って、引っ張られた方の糸を引き、もう一度編み始めの糸を引っ張ります。このまま立ち上がりの鎖編みを1目編んで2段目に行きます。2段目からは長編みになるので、先ほどと同じように細編みを編んだら、細編みの左の糸1本を拾って細編み、2段目はすべて増し目になるので、長編みを1目目のところにもう一つ入れます。2目目からは、長編みを2つずつ1段目の細編みのところに入れていきます。長編みの立ち上がりを鎖編みだけでやる方法もあるんですが、そうするとちょっと穴が開きやすいので、こんな感じで
細編みを2つ上に積んで編んでいく方法が私は好きです。どっちでもいいと思います。3段目は長編み1つ増し目1つを3回繰り返していきます。長編み1つ長編みの増し目っていう感じで編んでいきます。9段目まで編み終えたところです。10段目はクリームのポコポコっとしたところを作るので、まず細編みを1つ編んだらかぎ針に糸を2回こう引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜く長々編みの増し目を2つ作っていきます。なので合計長々編みを4つ作ります。かぎ針に糸を2回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜きます。増し目なので同じところにもう一つ次は次の目に細編みを1つ隣の目に引き抜き編みを1つこれで1つの山ができました。また繰り返していきます。細編みを1つ長々編みの増し目を2つ次は細編みを1つ引き抜き編みを1つこれで2つ目の山ができました。もう1つ同じように作っていきます。3つできたら最後の引き抜き編みをして鎖編みを1つ編みます。糸を短めに切って輪を引き抜きます。これまでと同様にとじ針に糸を通して適当に近くの目に針を通して糸を中に入れておきます。どっちが表裏とかないのでやりやすいところに針を入れたらいいと思います。ちょっと編み始めの毛糸はなかなかどこに糸を入れていいか分かりづらいですが、適当に針を刺して糸を中に入れていきます。余分な糸を切ったらクリームの完成です。クレープの生地に合わせるとこんな感じの大きさになると思います。次はフルーツを作っていきます。輪を作ったら細編みを6個作っていきます。
段目です。2段目は立ち上がりの鎖編み1目編んだら、まず細編みの増し目を2つ作ります。次に長編みの増し目を2つ作ります。次は細編みの増し目を2つ編んでいきます。ここで色を変えるので、最後の細編みの途中で止めて、最後の糸の引き抜きは赤色の毛糸で行います。立ち上がりの1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、少し緩むので、赤色の毛糸を引っ張って、次は3段目です。まずは細編みを2つ、細編みの増し目を1つ、針に糸を1回引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜く、長編みの増し目を2つ、次は長々編みを、3つ入れていくのを2つ、ちょっと分かりにくくてすいません。長々編みをまず3つ入れます。ここで半分、いちごの半分できたので、あともう片方も今度は逆に編んでいく感じになります。長々編みを3つ入れて、次は長編みを2つ、長編みの増し目を2つ、ごめんなさい、長編みの増し目を2つ、細編みの増し目を1つ、2つ、細編みみたいな感じで、ちょっと分かりにくくてすいません。この右の表に沿って編んでいきます。いちごもバナナも同じ編み方になります。増し目を編んでます。最後の細編みを編んだら、糸を短めに切って輪を引き抜きます。ピンク色の毛糸ももう使わないので、短めに切っておきます。輪を引き抜いたら、とじ針に糸を通して1目めの細編みに手前から針を刺して、最後の目の奥の半目にもう一度針を入れて完成です。適当に糸を内側に入れて、近くの糸同士で結んで抜けないようにしておきます。2回ほどねじって結ぶと抜けにくくなると思います。ピンク色の毛糸同士でもいいし、ピンク色と赤色の毛糸同士でも何でもいいんですけど、近くの毛糸同士で結んで抜けないようにしておきます。
で、この編み地に白色の毛糸でこう刺繍していきます。あってもなくてもいいと思うんですが、いちごの断面の真ん中が白いので、こんな感じで真ん中部分を白の毛糸で4回か5回ほど適当に糸を刺して、こうなん芯の部分なんていう部分なのかわかんないんですけど、白い部分を作っていきます。ピンクも結構薄いピンクなのでちょっと分かりにくいかもしれないです。で、玉結びをするか、ちょっと後ろがごちゃごちゃになっちゃいましたけど、近くの毛糸で結んで白色の毛糸が抜けないようにしておきます。この後ろの糸のごちゃごちゃは後で縫い合わせて見えなくなるので、まあ、適当で大丈夫です。余分な糸は切っておきます。これをもう一つ作ります。で、最後の赤色の毛糸の編み終わりの毛糸を長めに取っておいて、この編み終わりの毛糸で縫い合わせていきます。編み地同士を、合わせてこんな感じで糸を入れて縫い合わせていきます。綿は入れても入れなくてもいいと思いますが、入れすぎるとクレープに包むときにやりにくいかと思います。私は綿は入れなかったです。代わりにこのもしゃもしゃした毛糸をお腹に包んで縫い合わせて、ちょっとぷくっとするようにしました。まあ、邪魔だったら糸は短めに切っておいてもいいと思います。ぐるっと一周編み終えたら、編み地と編み地の間に針を通して玉結びをします。編み地と編み地の間に刺して玉結びの玉を中に入れます。余分な糸を切っていちごの完成です。同じ感じで、一つは全部赤色で編んでみたんですけど、どっちでもいいと思います。表裏ピンクと赤でもいいし、片方真っ赤にしてもどっちでもいいと思います。バナナも同じように編み地はいちごと同じで肌色の毛糸で編んで、茶色の毛糸でこのアスタリスクみたいな感じの、刺繍をして、同じものを2つ作ってで縫い合わせていきます。これでスライスのバナナができました。最後にクレープにクリームをのせて、いちごとバナナをトッピングして
クレープで巻いて包装に入れます。ちょっと色がもう一色あった方がいいなと思ったので、こうただの丸なんですけど、ベリーを入れて完成です。ちょっとパーツは多いですが、可愛いかなと思うので、ぜひ作ってみてください。下向けると落ちるので、しっかりと縫い合わせてもいいと思います。他に作ってほしいようなフルーツがあったらコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。